ヘラクレスは1958年制作のイタリア映画。ロドスのアポローニオスの原作、アルゴナウティカを映画化した冒険アクション映画。イタリア産の刺激アクション映画ブームに火をつけた作品。続編、ヘラクレスの逆襲も制作された。古代のテスサリア。ヨルコの国王、エリンネは大臣、エウリストと組んだ弟ペリアに殺害され、ペリアが王位についた。 さらにペリアは、王位の正当な継承者たるエリーネの幼い息子、ジャソーネをも殺そうとするが、ジャソーネは、この絵隊長のキローネと共に、国外へ逃亡する。ペリアは、勇士の聞こえ高いヘラクレスを新たなこの絵隊長として、呼び寄せる。ある時、城の近くに、ライオンが出没し、 結揮流行るペリアの息子イフィトは、ヘラクレスの生死も聞かずに立ち向かい、殺されてしまったため、ペリアは、イフィトの死は、ヘラクレスの責任だとして、罪の償いとして、お牛と戦うことを命じた。ヘラクレスはお牛を倒したが、牛に傷つけられて死にかけているキローネに会う。キローネは、ペリアとエイリストが前王を殺したことと、ジャソーネを大いにつけることをヘラクレスに頼み、生きたえる。 ヘラクレスは、王位の象徴である、金羊毛をジャソーネの手に取り戻すため、キローネが隠した、金羊毛を探す旅に出かける。過酷な冒険の末、金羊毛はジャソーネの手に戻ったが、エユリトスの策略でヘラクレスは投獄されてしまう。ペリアの娘ヨーレの手で脱獄したヘラクレスは敵を、次々となぎ倒し、エユリトスを殺した。ペリアは自ら毒杯を飲み、 ヨー霊に一切を告白して生きたえた。ジャソーネは、大いにつき、ヘラクレスとヨー霊はめでたく結ばれるのだった。ヘラクレス役のスティーブ・リーブスヨー霊役のシルバコシナ、テレビ放映、東京12チャンネル、木曜洋画劇場1971年5月13日。ありがとうございます。